んにちは、ことぶきみなこです。こんにちは、迷路で迷子になったことがあります豊崎あきです。今日はですね、2人でこちらリング迷路というゲームに挑戦します。やっほー。2人対戦戦略ゲームだ。戦略ゲーム怖いよー。ちょっとね、頭脳を使うそんな、ゲームになっております。まずルールを説明します。はい、リングを置いて転がし迷路を脱出する戦略ゲームとなっております。うん、はい、これ外のね、場所と、中の場所がゾーンがあるんですけど、うん、スタートゾーン外側、はい、そして内側プレイゾーンとなっております。プレイゾーン。スタートゾーンに自分の色のリングを置き、一マス動かしていきましょう。はい。そしてスタートゾーンはどこにでもこう、ね、ここでも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 いいって置くことができますと。なるほど、幅広い。はい、ただしプッシュしてね動かす時にですね、はい、こうやってやっていくとこのみなちゃんのこのオレンジがさ、うん、出そうになるじゃん。これあると、はい、こういうのはちょっとダメですと。あきちゃん側からね、はい、私のを出すのはね、相手の色のリングはスタートゾーンに押し出すことはできません、うん、はい、ただ私の、この色だった場合はこれ押せるよって。バイバイ、はい、感じになっております。で、何を目指すかというとですね、こう対岸、スタートゾーンのこの対岸にこう自分のリングをこうつなげてですね、こうですね、例えばスタートゴール、はい、対岸まで道をねつなげれば、すごい、先につなげた方が勝ちと。はい、できますこれ。いや難しいと思う。なかなかだって見てよこの人たちね、ハードなタイヤ。こんなに体張ってますよこれ。ザ・テクニカル・ゲーム・オブ・ク…何？ク…ク…クル…ク…ク…なんか難しそうだけど。はい、うん、でもちょっと奥が深いゲームなのでじわじわやっていきましょう。はいはい、じゃあ先攻後攻、はい、殴り合いでしょ。負けた。もう分かんないから私からいくね。オッケー。私先攻みなちゃん行きます。いってらっしゃい。スタートのところに1個入れて一旦終わりですか？あ、ここからの押す。はい、じゃあもう真っ向勝負していくわ。ぬん、いいねいいね。綺麗だね綺麗だね。わかんないから縦に行ってみようかな。なんかちっちゃい時よくこういうので遊んだわね。このリンゴかわいいね。じゃあ私ここに置いて押してみる。うん、よいしょ。あ、いいねいいね、カラフル。逆に私もこっち側から。あ、そっか。おい、やばい、つながっちゃうよ。じゃあここに置いてこうでいきます。はい。お、じゃあまだ行ってないところから行こうかな。行ってないところから行くと。どうしよう。じゃあ私ここに置いて。よっこいしょ。あ、そこそこ。二連ね。うん。じゃあ私も押してみる。あ、やば。本当？ちょっとわかんないな。何が正解か。そう。自分のことだけ考えちゃうんだけど。でもこれ相手も阻止しないといけないのかな。ねえ。とりあえず。よいしょ。なんか押す瞬間気持ちいいね。うん、気持ちいい。ですね。はい、GO。やばいじゃんやばいじゃん。ちょっと待って。はい、ああ、そうだね。待って待って。もう一回やる？まだそうだね。ちょっと待って。あ、でもこっちにつなげればいいのか。そうか。こっちに押して。もう一個ないとってことか。あ、でも綺麗だね。ああ、綺麗ですね。そうだな。ちょっとこの人。よいしょ。あ、ちょっとわからん。行ってないとこから。行ってないところ。じゃあ私はね、ここ。あ、やばいやばいやばい、待って待って待って。待ちな。待ちな。来ているよね。え、待ちな。はいはいはい。ここに置きますね。よいしょ。ほう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 。あ？ちょうだいちょうだい。自分のことばっかりになる。ほんとダメ。すぐ自分のことばっかりになるから。え、待って待って。やばい。10個タイプじゃないですかこれ、もしや。早く終わるって言われてたのに。そうだね。これ奥深いわ。奥深いから結構考えちゃうんじゃないかな。行きたいところに行こう。うん。よいしょ。わあ、見事。危ない危ない危ない。あきちゃんがニヤニヤしてる。ちょっとあれじゃない。ねえ。ちょっとね、待ってよ。対岸ね、対岸。いけないか、いけない、うん、でもその間に、もういっか。いでよ、私。どこ？ここです。あ、本番すごいすごい。勝利。こういうゲームか。あ、ひらひらしたよ。うん、全然見えてなかったから大丈夫だよ。はい、ということで、すごい。リング迷路。はい、なかなかいいタイムで、確かに最初まとまりよくねいったんじゃないでしょうか。こちら、はい、というわけでかなりですね、そう、奥が深いんだよね。いろんな角度から見ないとね分かんなくなっちゃう。そうなの。このリングとね、この隙間に入れて転がすっていうのが結構ね、そう動いてくんだもんね。動いてくからコマが、そこがポイントだと思いますので、ぜひ皆さんも頭の体操しつつ楽しんではいかがでしょうか。面白そうだなと思った方、ちょっとアメちゃんみたいだなって思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。今回はリング迷路で遊びました。またねー。バイバーイ。